今回ご紹介するダンスは、1978年頃に踊られていたワームです。このネーミングはミミズのような虫の動きから来ていて、現在はワームという発音が正しいということになりましたが、当時やその一世代下の私の世代くらいまでは、ワームではなくウォームと呼んでいました。それでは早速やっていきます。ワームの、まず音の取り方は、1でアップして2で落とします。1でアップして胸を張って2で落とす。落とすというのは膝をこう上にこう引き上げたものを膝を曲げてこの股関節の付け根のところも折ります。持ち上げて落とす、持ち上げて落とす、持ち上げて落とす。それで1でアップ2でダウン、1でアップ2でダウンです。そして、その1のアップするところで、この立っているこの垂直のラインより前に、この落ちた状態からそのラインより前に頭を斜め上に入れていきます。で、入れたら、そのままこういう軌道ですね、こういう軌道を書いて後ろの方に持っていきます。こうですね。今度はラインより後ろの方に体を持ってきます。この時に、上半身が反って反った結果胸が出ているような状態ですね。この状態から斜め上に伸び上がりながら後ろに入っていって反った状態から落とす、入っていって落とす、こういう感じですね。落とす、こうきて落とす。で、これを、斜め45度向いてこういう感じ で反対側もこんな感じです。で、この時に足はこの前から後ろに持ってきて落としてるんで、この真ん中に落ちてないで、ちょっと後ろに落ちてますから、自然と足を折った時に前の、足よりも後ろの足に体重がこのようにかかりますから、こっちに乗ってますね。で、こっちの足は自然とかかとが浮いたような状態になるかと思います。こんな感じですね。で、そのこっち側の足の処理なんですけども、まあ、このままこう、アップするときに踏み込んで、で、こうかかとが浮いて、踏み込んでかかとが浮いてという形でもいいんですけども、よく見る、スタイルとしてアップしに行くときにこの2で浮いた、かかとの浮いたこの前足、体重のかかってない方の足を次の1で伸び上がるというか反っていくときにこうちょっと若干前に出して引きずりながら、でまたここで落ちて前に出して、ここから落ちたら、こういう足の据え方もあります。で、これは、入れ替える人もいますね。
こんな感じです。そして手はですね、まあこのままこう下ろしててもいいんですけど、まあ大体こう両手をこう上に上げてこういうふうに構えた状態で、その時に、まあ、下に下ろしててもこう自然とこの体のうねりに合わせて腕が動くと思うんですよね、こういうふうに。なのでこう上げてる時もなんていうんだろう、こううねりと合わせてこう若干こうこういうような感じで動きます。それから、もう一つはこう片手をこう額の前にこう構えてこうポーズ、こういう感じですね。でもう一個の手は、へそのあたりにこう置いてこんな感じで、逆でも逆でもいいですし、まあへそとか腰とかでもいいだろうし、こんな感じですね。こういうのが一般的な手の使い方だと思います。あとはですね、方向転換を、する場合は、1で足を前に出して出した時に腰を回転させます。回転させ始めます。ここ一歩前に出せば、90度回れますから、1とこう腰の前回しのロールですね。ちょっと90度ずつやってみると、1で2で落ちる、1、2で落ちる、1、2、1、2で、この腰のロールに合わせて1でこのワームを入れます。そうするとこんな感じです。これは同じ、今左回りやりましたけども、その時に右足を出してこう方向転換しましたけども、逆に左足で引っ張るやり方もあります。こういう感じですね。以上、ワームでした。